美顔。皆様、上空をご覧ください。大阪市のヘリコプター、大阪と浪速が編隊を組んでの力強いフライトです。この航空隊の指揮を執りますのは辻野航空隊長です。皆様、海の方をご覧ください。消防艇のパレードが始まりました。指揮を執りますのは松下水上消防署副署長です。機動力に優れた2台の水上バイクです。先頭に続いて航行してまいりましたのは消防救助艇夢島です。速力32ノットという高速を誇っており、人命救助に活躍しています。続いての航行は消防艇夕凪です。屋根の高さを変え、また船体を沈めて低い橋の下でも通過することができます。水の都大阪において消防艇の活動水域を大幅に広げた河川対応型の消防艇です。続いては世界有数の高性能を誇る消防艇舞島です。消防車25台分にあたる毎分5万リットルの放水能力を誇り、遭難者捜索用赤外線カメラなどの最新技術を駆使した多機能型の消防艇です。なおパレードには参加していませんが、会場周辺の安全確保のために大阪府警察本部大阪水上警察署の警備艇浪速と泉に警備に当たっていただいております。
会大阪支部および大阪建物解体工事業協同組合が保有する特殊重機2台にも参加いただいております。大阪市消防局では人命救助のため障害物の除去などが必要な災害現場においてより効果的な災害活動を実施するために民間の特殊重機に迅速に出場していただく体制を整えています。全国から集結して支援を行う災害派遣部隊のパレードです。まず先頭は消防機関で編成される緊急消防援助隊です。東日本大震災では大阪府内の消防本部で構成された大阪部隊を編成し、岩手県釜石市や大槌町を中心に救出救護活動に当たりました。続いては全国の都道府県警察に設置されている広域緊急援助隊です。本日は大阪府警察本部から指揮者が乗車して部隊を先導する指揮通信車と各種装備や救助資機材が積載されているレスキュー車での参加です。続いては陸上自衛隊中部方面隊第3師団第36普通科連隊災害派遣部隊です。本日は兵庫県伊丹市を駐屯地とする普通科連隊から偵察バイク、防弾性を重視した指揮通信車、機動性と防弾性を重視した軽装甲機動車での参加です。続いては専門的な訓練を受けた医師、看護師などで構成される災害派遣医療チーム DMAT です。本日は大阪 DMAT 全体を統括している大阪府立急性期総合医療センターから被災地に DMAT チームや医療資機材を搬送する DMAT カーの参加です。皆様次に会場をご覧ください。海上保安庁大阪海上保安監部堺海上保安署の巡視艇美濃です。この船は船舶火災からコンビナート火災まであらゆる火災に対応するほか、海難救助や地震津波発生時には側面の電光表示板を活用して船舶や湾岸部にいる人たちに避難を呼びかけます。以上、災害派遣部隊をご紹介させていただきましたが、万が一大阪市が被災地となってしまった時でも他府県からこのような災害派遣部隊が応援に駆けつけてくれる体制を整えています。市民の皆様によりますパレードを行います。 Now please welcome the citizens parade。 行進曲大阪市歌に合わせて先頭で入場してまいりましたのは大阪市消防局のオリジナルヒーローセイバーミライです。23世紀の大阪からタイムスリップしてやってきたファイヤーファイターで火災予防の啓発活動などを精力的に行っています。本日は専用マシーン FJ クルーザーに乗っての登場です。その後ろに続くのはお子様に人気のミニ消防車勇気、希望、多松、未来の4台です。ミニ消防車には
今年度小学生を対象に募集した防災図鑑の中から優秀作品に入賞された10名の皆さんが分譲しています。皆様温かい拍手をお願いします。続いての入場はこの出初め式に花を添えていただいております、オリックスバファローズの足立良一選手と J リーグセレッソ大阪の小谷優希選手です。ここで簡単にご紹介させていただきます。オリックスバファローズの足立選手は2011年のプロ野球ドラフト会議において1位指名で入団。昨年は143試合に出場し、走攻守にわたってチームに貢献。今シーズンもチームの期待を一身に背負う選手です。